はい、どうもアンダーソンです。今日もね、今引き相をやっていこうと思います。いよいよね、最後金曜日ということでね、何が起こるんでしょうね。1本目のシナリオの最後まではね、とりあえず中継じゃねえや、配信しようと思いますのでね、どうかお付き合いください。健吾のやつはもう、もしかしたら。どうしたの？顔色が悪いよ。いや、別に。悩みがあるなら話してって言ったよね。うん。実は僕も見たんだ。見たって何を？多分マサトや健吾が見たのと同じ黒い女だと思う。また美女のせい？いい加減にしてくれない？そうだよ、私たちは何ともないんだから。だいたいヒロキはビジョンを飲んでないじゃない。誰かに飲まされたんだよ。本気で言ってるの？嘘じゃない、本当なんだ。香織の店のスープにも。そんな、ひどいよ。ちょっと、香織の店まで悪く言うつもり？でも、僕が黒い女を見ているのは本当なんだ。分かったよ、もういい。ひろきくん、待って。どうせ僕の言うことなんて信じてないんだろ。黒い女の話はよくわからないけど、いい加減なことを言ってるなんて思えない。だから信じるわ。ありがとう、マナミ。なんかあれっすわ、俺大学とか行ってないし、サークルとかもそんなに入ってないですけど、大学のサークル仲間のつながりってそんな程度なんですか？なんかそれが悲しいわ。何があったのか聞かせてくれる？いや、ゲームの話ですけどね。何いうか、田舎のババアコミュニティと一緒ですね。マサトが死ぬ前にビジョンについて話してくれたんだ。聞かせて。思考の快楽を売る代わり、黒い女に骨まで焼かれる。足元が。大壺に火が焚かれる限り、地獄の炎から逃れる術はない。残された時を知りたくば、自らの爪に聞け。どういう意味なのかしら。僕はビジョンを飲んで黒い女に呪われたんだと思う。呪い？あれはこの世に悔いを残した霊みたいだった。信じてくれとは言わない。僕は一人で黒い女について調べてみるよ。その黒い女って？いや、はっきりと顔を見たわけではないし。それがわからないと調べようにも協力できないよ。マサトの絵が残っとるんじゃない？そうそうそう。薬の成分か。あいつも女どもが騒ぎおるけ、めんどくさいけ口挟まんかっただけなんじゃの。まずはこっちじゃろうの。ビジョンの成分が分かったらしい。
アスカと一緒に話を聞いてくるよ。私も行こうか。マナミはケンゴに連絡を取ってくれ。後でまた会おう。あのビジョンって薬、成分はヘンルーダという植物だね。植物？ヘンルーダ？神経痛にも効くのかな。最近ではヘンルーダを原料としたサプリメントがコンビニで売っているよ。じゃあ危険な成分とかはないんですか。フロクマリンという光増感作用をもたらす成分が含まれている。日焼け増進剤。でも皮膚が荒れる程度でしょ。それじゃあビジョンを飲んで幻覚を見るようなことはありえないね。そうなんですか。あとこの薬の名前も分かったよ。え？ビジョンというのは誰かが遊びでつけたんじゃないかな。この薬はね、今引き糖というんだ。おやおや、じゃあ昔からある万能薬みたいなもんか。だけどね、その製薬会社はとっくに潰れてるんだよ。でも友達はネットで買ったって。どこに在庫があったんだろう。医者は科学者じゃけえね、なかなか霊的なものとかは信じてはもらえんじゃろうけど。僕は別の角度から調べてみる。何か分かったら連絡するよ。さあ次は A だな。ビジョンの成分は薬草で幻覚を見ることはないのね。そんなのもうどうだっていいよ。見てくれよ、このまま真っ黒になるとマサトみたいに死ぬんだよ。そんなこと冗談でも言うなよ。だけどおかしいと思わない？爪の色が変わったり幻覚を見るようになったのはビジョンを飲んでからよね。そうだよ、ビジョンに問題はない。でもビジョンが全ての引き金になってる。あの釜茹でがビジョンを作るための作業だったとでも。そうかもしれんね。製薬会社、ああそこからたどるべきだったか。
今引き草を原料にした漢方。いやまあ社長夫人が焼死、もしかして辿り着いたか。この女だ、俺が見たのは。ビジョンを調べてもらったが、幻覚を見ることはない。ああ、間違いない。あと、ビジョンの正式な名前は今引き刀というんだ。原料のヘンルーダは一部では今引き草と呼ばれているらしい。今引き草ってキャンプ場から私が積んできた。これを見ると今引き刀、つまりビジョンはアミって女が開発した薬らしい。よくわからないけど、マサト君たちが見たのってアミの霊なの？いい加減にしろよ。ビジョンには殺された女の呪いが込められているとでも言いたいのか。事実を受け入れることができんのじゃの。見ろよ、あの屋敷だ。こんなの見間違えるわけがない。そこだよ。あれ、釜なんじゃね？何なのよ、これ。俺たちがアミを殺したわけじゃない。なんで呪われなきゃいけないんだ。大丈夫、香織？うん、ちょっとめまいがしただけ。俺が車で送ろう。ヒロキもついてきてよ。分かったよ、病院に行こう。おや、香織、どうしたの？気分が悪くなったみたいで。そう。何してたんだよ、何度も携帯に電話したんだぞ。ちょっと携帯の調子が悪くて。なんだよこんなの。アスカだって最近私が電話をしても出ない時がある。そんなこと今はどうなんだ、仲直りか。なんだ、え、フロントガラスにひびが入るって、あれ強化ガラスよ。やめろ。え、何？もう行かれてるんだ。ずっと飲んで欲しかったの。なんだこれ。ビジョンよ。ふざけんな、何考えてんだ。だって私がご飯作ってあげても全然食べてくれないじゃない。ずっと思いついとったんだな。寂しかったのよ。すごく不安だったの、わかる。でもこれで一緒、死ぬまで一緒。
これは。カズコ。助けを呼ぼう。かおりちゃんは？幼なじみに磯野ってのがおるかもしれん。かおりちゃんは？ほっとっかけるの？ああ。健吾！健吾！なんだっつう？あなたは誰？だからおめえが誰だよ。あなたは誰？知らない天井だ。誰かいるんですか？よかった、気がついたのね。うん。ちょっと微妙な人形。ヒロキ、あの事故現場で倒れちゃったのよ。倒れた？近くにいた人にお願いしてここまで連れてきてもらったの。ヒロキは疲れてるんだよ。やばい展開だな。私ね、ヒロキに早く元気になってもらいたいんだ。何やってるんだ。嫌な予感しかしない。元気になるにはこれがぴったりだと思うの。それってまさか。わお。このままだとあんまり効き目がないのよ。これを入れないとダメなんだな。いや、僕にビジョンを飲ませたの？そうよ、私よ。お茶のペットボトルには注射器で入れておいたの。なんじゃと？私じゃ断られるでしょ。だからマサト君に頼んだの。ご飯も簡単よ。合鍵の場所知ってたんだもん。
怖いの。チョコは絶対にヒロキが口にすると思ってた。そうしたら一発で当たっちゃった。私運がいいのね。スープだってバカバカしいくらいよ。わからなかった。私厨房にいたの。パパに頼み込んでスープを作るのを手伝ったというわけ。私大好きなヒロキにビジョンを飲んでもらいたくて仕方がなかったの。イカれてやがる。ビジョンって男と女じゃ効果が違うんだね。黒い女を見る代わりに好きな人にビジョンを飲ませたくなるみたい。ふざけるな。そのせいで僕は巻き込まれたんだぞ。無理しない無理しない。これね、護身用だけどかなり威力あるんだから。おいマジか。あんまりヒロキが騒いでたから使っちゃったの。私今すごく幸せな気分。本当に嬉しいの。すっごく嬉しいの。どうしたんだよ。やめろ。どうかでも何も。やめてくれ。なんちゅうこった。ちょっと長くなりますけど、このまま続けますね。その絶望的な状況。香りのレストランだろ。うん。みんなに迷惑をかけるかなと思って。優しい子だろ。それで家に帰ってきちゃったの。この快楽を売る代わりって言葉覚えてる？うん、なんとなく。あの言葉の中に大壺って出てきたろ。ああ、なるほどね。アミの死亡記事が載っていた新聞にその大壺らしい釜が写ってたんだ。え？もしかしたら
今も大坪はあの屋敷で窯として使われているんじゃないか。あの屋敷に行ってみる。ビジョンにまつわる言葉を信じるのなら、大坪に焚かれた一切消せばいいんだ。待って、私も行く。何言ってるんだよ。あら、動かんなったよ。マナミはあの呪いを知らないんだ。一人で待っていたくないの。ヒロキ君を一人にしたくない。分かったよ。一緒に行こう。何が起きても僕が絶対に守ってみせる。最後の一シナリオですね。ちょっとね、長くなってきたんで、今日の配信はこれで終わろうと思います。またこの続きね、やっていこうと思いますん で、さっきも最初も言った通りね、1本目のシナリオを缶に導くまでは全部やろうと思いますので、どうかお付き合いいただけたらと思います。それでは今日の配信はこれで終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次回の配信でお会いいたしましょう。さよなら。